コックナヒコックチェンジコックココクククなななヒヒヒコックなヒコッコクナで僕結構そのラテン系から始めた口なんですねでコンガとかボンゴって基本的に皮厚いんですよ皮厚いから結構ぶっ叩かないとならないんですねでそれをこう結構長くやってたっていうのもあって長らくこういう指系。 こういう細かいやつがめちゃくちゃ苦手になったんですけどその苦手な私があの克服したやり方を <laughs> 紹介しますので割と説得力あると思う指を使えば使うほど脳も使うということになりますでこれいくつになっても鍛えられるところなので鍛えましょうはいじゃあまずねまあ何でもそうなんですけどリラックスしてた方がいいんださに,こぐに,ゃんぐにゃんの状態を作れるかっていう ことをまず確認ししてほしいはあって息吐きながらブラ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 ってこうちょっと厳しいわっていうかね <laughs> なんかぎこちないわって言ねほぐしましょう自分でこう手の中心手のひらの中心を軽く押さえさするぐらいで構いませんさするぐらいで柔らかくなあれ柔らかくなあれと。 はい次小指側小指側小指のこの側面といったらいいんでしょうか手のひらのね根元からさすってあげる最後親指側親指の付け根根元からさすってあげるえ痛い場合はね無理してグッとさ押さないでください逆に痛める可能性があるんで優しく優しくさすってあげるだけでもかなり柔らかくなるはずでございます はい、でこうちょっとこう手を振ったらえっ、ー、とこう手を洗って水をこう弾くような感じでさっささっとやったらぐにゃんとなるぐらいわかりますかこのぐに,ぐにゃん加減わかりますでしょうかタタっていうよりかはぐにゃんはいこれぐらい慣れたら嬉しい いや、ちょっと硬いわっていう人は日頃のね、疲れとかがあると思うので、え、揉みほぐし、揉みほぐすか、整体に行くか、お風呂に入るか、よく寝るかね、いろいろしていただいて。じゃあ、やります。親指、親指ね、親指と各指を、はい、このようにタッチしていきます。 親指と小指薬中指人差し指小指薬中指人差し指はいはい、えー、バカにせずやってみてくださいいきますせーの小指薬中指人差し小指薬中指人差し小指薬,薬中指人差し小指薬薬中指人差しこくなひこうくなひちょん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  小指薬中指人差し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 ちょん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 何をやってるかというと、えー、一本一本ね指を動かす練習というか認識をしてますなので、えー、自分がやるときも <laughs> 小指、薬、中指、人差しってこう思ってほしい。なんだったらあの声に出してもいい。小指、薬、中指、人差し、小指、薬、中指、人差し。今私はどの指を動かしてるんだろうかっていうことを把握できる必要がある。完全に分かる必要がある。これがあのこの後どんどん速くなりますから、ゆっくりから今どの指を動かすと、はい。小指、薬指、中指、 人差し指、小指、薬指、中指、人差し指、ちょん、ちょん。はい、これを自分で思いながら、やってみてください。小指、薬、中、人、こう、く、な、ひ、こう、く、な、ひ。ちょん、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 ちょん。はい、じゃあ、今度は。 4回ずついきます。各指に4回ずつちょんちょんちょんってタッチします。つまり、はい。ちょっと音出ないからね。ちょっと動画見ながら確認してください。小指、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 薬、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 薬。中指、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 人差し人し人差し。コはい。これでやってみよう。

軽く一瞬一瞬触れられれば OK グッぐっとこうね例えば掴むように押し付けたりとかこう強く当てようとか強くこうグッパーグッパーしようとか今は考えなくて大丈夫ですとにかく触れる触れれば OK ぐらいの力加減でなるべくこう長く楽に続くような力加減で調整してください難易度を上げます、えー 1>, 1回ずつタッチを4回4周やりますもう一回言いますね1回ずつタッチちょん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 。これを1ターンとしたら4ターンやってそしたら次は4回ずつを1回ずつやる今やったやつねはいそれを交互にやるつまり コクナヒコクナヒコクナヒコクチェンジコココクククククナナナナヒヒチェンジコクナヒコクナヒコクなひコクチェンジコココククククはいわかりました1回ずつタッチを4ターンやって4回ずつタッチを1ターンはい同じ長さになりますねはいクナヒ

チェンジコックナヒコックナヒコックナヒコックチェンジココココクククククナナナナヒヒヒはいお疲れ様でした疲れたーっつってこうブラブラグニャグニャもう一回戻してやってくださいはいそれとちょっと適当に指を動かしてみてほしいんだけどめちゃくちゃ動くようになってませんちょっと確認してみてほしい今こう分かりやすく順番で言ったんだけど自分でこう難しくしてもいいよね 1個飛ばしにするとかコーナー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 クヒ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 コーナークヒコーナークヒコーナークヒとかねなくなくはいこのバリエーションはもういくらでも出てくると思うんであ自分のレベルに合った難易度にしていただくといいかとビギナーレベルとしては今ぐらいの感じができたら理想かなっていう感じ 今のやったテンポちょっと難しかったわっていう人はあの後でね個人練習でゆっくりで構いませんのでやってみてください。